最近寒いじゃん。寒いんだけどさ、スバルね、1日ね、3、4回お風呂入るのっていう話をメンバーにしたら驚かれたんだけどさ、スバル1日3、4回お風呂入るんだよねって言ったら、なんか誰かに、え、静かちゃんじゃんって言われて、え、みんな入んないの？いや、なんかお風呂っていうか、なんか湯船に浸かるのが好きなの、湯船に。で、冬場はさ、寒いからさ、いっぱい湯船に浸かりたくてさ、メンバーに静かちゃんじゃんって言われた。で、まずね、まず朝起きてお風呂入る。朝お風呂入る。朝にお風呂入るの気持ちいいんだもん。で、まあ4回は多いけど、なんか冬だと3回ぐらい入る。で、家から帰ってきたら1回お風呂入る。1回お風呂入って、で、あの配信とかいろいろ終わって汗かいちゃうから寝る前にもう1回入るみたいな。そしたら3回入る。で、また朝から。なんでね、なんで朝ね、お風呂に入るかっていうとね、なんで朝お風呂に入るかっていうと、スバル、寒がりだから、その体温を風呂で強制的に上げるっていう。あ、そうそう、歯磨きもね、スバルね、結構する。3、4回ぐらいする。歯磨きとかさ、スバルさ、歯磨きしないと寝れなくて、寝れないからさ、もう絶対歯磨きしたいんだよね。そう、え、なんかその実家にいるときはシャワーとかだったけど、最近一人で何でもできちゃうから、朝からお風呂入ってやるで、シュワシュワシュワってな。スバル朝からお風呂入っちゃうもんねって言って、ピッて言って お湯炊いて、シュワシュワシュワっていうのが入ってる。そう、で、一人暮らしのね、いいところはね、好きなタイミングでね、お湯に浸かれるというところ。そうなんだよ。そう、だからさ、スバルさ、そのさ、一人で住むさ、部屋選ぶときもさ、お風呂で選んだ。ここのお風呂がいいって言って。お風呂って大事なんだよね。なんかさ、お風呂がさ、ちょっとさ、広かったりとかさ、綺麗だったりするとさ、もうモチベーションが上がる。そう、朝湯船って結構いないんだ。そう、ご飯もね、好きな時に食べれるしね。そうなんですよ。あとね、もう常に一番風呂っていうのがね、最高すぎる。なんかさ、別にさ、なんか何番風呂でもいいんだけどさ、スバル、やっぱね、一番風呂がいいんだよね。なんかおじいちゃんみたいな話になってきちゃった。